さんこんにちは、わたるでございます。私、昨日パスポートの有効期間のことについてお話しいたしました。こちらが私が持っておりますパスポートになります。しかし皆さん、パスポートが有効期間内にあってもその国や地域へ入国入域できない場合が存在します。それはなぜかと言いますと、パスポートの有効期間が残り何ヶ月以内でないと入国入域できないという条件を課している国や地域が存在するからです。たとえパスポートが有効期間内であっても、その条件を満たさない場合は残念ながらその国や地域へ入国入域することができません。海外への渡航を計画されている皆さん、今一度その国や地域が課している条件、こちらをよくご確認ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。